すすきビび鈴木ダすすきは、日本の内務官僚、政治家、弁護士、感染県知事、警視総監、衆議院議員、秋田県出身、すすきだまの長男として生まれる。函館中学、第二高等学校を経て、1920年7月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。1919 19年10月、 高等試験行政科試験に合格。1920年7月、内務省に入り、大阪付属県警部として警察部特別、高等警察課に配属された。1921年11月、香川県警視となり警察部に勤務。1923年2月、朝鮮総督府に転じ総督官房庶務部に勤務し、刑務局に移動。1二十六年十二月、 地方事務官として、栃木県農商課長に就任。以後、内務事務官、刑務官、岡山県書記官、警察部長、長崎県書記官、警察部長、広島県書記官、警察部長、京都府書記官、警察部長、警,長警視庁刑務部長などを歴任。1937年7月、満州国に転じ治安部次長に就任。以後、 総務庁参事官県治安部次長、総務庁次長を歴任し、1940年5月に退任した。1940年8月、群馬県知事に就任、鹿児島県知事に就任。鹿児島県知事時代に1942年衆院選の鹿児島2区で選挙無効を求める裁判で、大審院の出張法廷で承認として出庭している。 1943年4月、警視総監となる。1944年7月に辞職し、弁護士となる。戦後、1946年から1952年2月まで、公職追放となった。富岡組社長などを務め、1952年10月の第25回衆議院議員総選挙で、北海道第1区に自由党から立候補し当選。 1953年4月の第26回総選挙で落選したが、1955年2月の第27回総選挙で返り咲き、1958年5月の第28回総選挙で再選され、衆議院議員を通算3期務めた。1960年11月の第29回総選挙に出馬せず引退。この間、北海道開発審議会委員、 地方制度調査会委員、裁判官卒委員、自由党政調会治安部長、自由民主党総務などを務めた。ありがとうございます。